秋田でございます。さあ、ということで、ね、今回は、はい、秋田映画の、はい、雑談&ミニオンズフィーバーということで、はい、やっていきます。まず忘れないうちにミニオンズフィーバー、はいはい、こちらをちょっとね思い出しつつ、ね、お話ししようかなと思うんですけども、はい、僕ミニオンズはミニオンズフィーバーがね、上映される前まで、はい、一作として見てなかったので、あ、はい、ちょっと番組でもね、うん、ミニオンズフィーバー紹介しますということもありですね、はい、これ勉強不足ではいけないと思って、はい、まずミニオンズフィーバーをまず見たんですよ、はい、まず見て、その見たテンションのままお家に帰ってから、怪盗グルーの月泥棒、はい、一作目から、はい、フィーバーの前作のマスピンオブであるミニオンズね、はい、それも見て、はい、怪盗グルーのミニオン大脱走、はい、これも見て、はい、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見ました、めっちゃ見てる、だから頭の中ちょっとミニオンズかけ回る独特のスペイン語みたいな喋り方まあ楽しかったなというふうに思いましたけども、うん、ミニオンズは武田さんはどのくらい、自分は2010年の怪盗グルーの月泥棒、はい、もう傑作だな、これは、うん、まあ、今作見たんですけど、うん、まあ、面白かったな、うん、普通に、まあ、そういう、まあ、まあ良かったな、まあ良かったなっていう感じで、もそれ正しいような気もするし、怪盗グルーの月泥棒一作目を見とけばなんかこう 入り込めるキャラ内容かなと思ったんですよ、うん、そうです、なんかミニオンズフィーバー最初の方なんか一作目のね、なんかちょっとこう報酬してる感じじゃないですか、うん、なんか大きくなったり子供だけどやってること一緒みたいな感じのスタートから、ね、一作目の僕月泥棒、僕だから怪盗グルーに何の感情にもないので、うん、ミニオンズも別に普通な感じで見て、最初に泣く類しちゃったんでね、この作品って、いいですよね、すっごい、こんなハードフルなって思って、最終的にだからさ、子供たちにね、うん、お休みのキスして、うん、で、パって、グルーがね、うん、やるときに、ミニオンズがバーって言ってさ、一人一人キスしていくじゃないですか、かわいい、いや、そうなんです、いい映画なんですよね、いい映画見たなって思って、だからちょっと、フィーバー見てよかったかもしれない。うんうんうん、うん、いや、いい映画です、スピンオフの前作であるミニオンズも見たんですけど、うん、これを見たら何となくフィーバーへの流れみたいなのがちょっと分かって、はい、結構ミュージックムービーだったなって感じがして、ああ、うん、音楽使い方がね、そうミニオン前作のミニオンズは、うん、結構ブリティッシュインベージョンっていうか、うん、結構だから何だっけ僕好みなんですけど、イギリスが舞台なんですよ、はい、ビートルズの曲もちろんですけど、うん、ザ・フーとか、うん、ドアツの曲を使って、まあそんな感じで、うん、なんかかっこいいよね、なんか、うん、いいね、いいねなんて思って、心地のいいテンポ感みたいな感じで、うん、で、みんなも可愛い連中が、うん、ワインワイン頑張るみたいな、うん、で、フィーバーもそんな感じのところに、その、要はグルーの小さい頃の思いみたいな、うん、ところがプラスされてたので、うん、なんか結構見て損はない作品だったかなと思いました、うん、なんか作り手も多分楽しんでやってるんだなって見えてくるからすごいいいですよね、うん、なんか音楽の使いもそうですし、うん、はいはい、楽しいですよね、だから一番好きなシーンとかって、一番好きなシーン、そうですね、ほんとつけたようなカンフーマスターとかさ、ああ、うん、そう、あれ字幕だと、うん、ミシェル・ヨーなんですよね、あ、ミシェル・ヨーの声ミシェル・ヨーなんだ、ミシェル・ヨーなんだ、そう、なんだ、あれでもビシャスシックスも声がなんかドルフランゲンだったりダニートルゴ、めちゃめちゃいい、ジャンクロードバンドだったり、誰がジャンクロード、ちょっと待って、だったらもうマジかよ、ロブスターのあれジャンクロードですよ、そうなんだ、それはね面白いそれはそうですよ、それは面白い、本来伝えたい要素の6割くらいしか伝わってない、いや5割も伝わってないかなって感じ、伝わってないんだと思う、あ、だから大人はそういう楽しみ方もできるけどっていう、はい、うん、あ、そうか、それがちょっと超楽しい、そうなんだ、いや、だから何その敵のキャラクター、あの人たちもなんかその なんだろうなって思いながら見てるわけですよ、ね、そうそうそう、バンダムなんだ、バンダム、いや、ジャンクロードっていう役名ですね、いや、ほんとジャンクロードって言っちゃいけない、言ってた、なんでこいつジャンクロードなの、アメリカのウルサナタはもう大納得の作品だ、そうですね、うん、でも今日曲 その70年代ソウルなんだなのかな、うん、サイケデリックディスコファンみたいな、あれ、あそこのノリと、うん、なんかミニオンズのテンションってすごい合う感じ
たし、うん、なんかイギリスのように合う感じとかしてて、うん、なんか70年代カルチャーがすごい合ってましたよね。そうそうそう、ファッションもね、カンフーとか映画館でジョーズやってたりね、うん、あエドロールでロッキー握ってたりね、ちょっとあのレトロというか、ね、うん、でもなんか、ね、俺は甥っ子と見に行ったんですけど、はい、あのソウルミュージック流れると甥っ子たちは踊ってたから、やっぱ今の子でもあのこうリズムっていうのがあって多分乗れるんだな。じゃあ楽しかったんでしょうね、うん、あのちゃんとミニオンズの面々が、うん、あのなんか自分たちが可愛いということを自覚したようなそうですよね、撮ったりするような、うん、ちょっとねあの画面を浮き出してくるような行動を撮るところも良かったし、あのなんか新キャラオットっていうか、ね、ぽっちゃりぽっちゃりおしゃべりキャラ、うん、あいつ良かったなと。キャラで言えば誰が、あーね、カッコつけるやつじゃないですか、うん、あれスチュアートなのかな、ケビン、ボブ、スチュアートの中のどれかだっつけど、メインじゃん、ケビン、ボブ、スチュアートの中のどれかだっつけど、なんかあのほら、カンフーのおばさんをちょっとこう、口説き落とそうとしてマッサージの人にパンチ食らうやつあいつがなんかちょっとこう、小肉さらしくていい、スネ夫的な感じで、そうですね、うん、オットー好きでしたよ。いや、音も良かったですね。なんだかんだ言ってあいつがいないともうどうしようもなかった。そうですね、でもあいつがいたからこそ失敗した部分がね、巻き起こしたことがあるんだろうけども、まあ、でもケビンがいなかったら成り立たない部分がいっぱいあるし、ケビンって誰だっけ、ケビン一番しっかりしたやつそうそう、一番しっかり、あ、で、そう思い出す、一番好きなシーン思い出した、はい、あの飛行機のシーン、はい、あれ超楽しかった。あれめちゃめちゃ楽しかった。あれはね、笑っちゃいましたね。まあ完全にハイジャックなんですけど。そうですね、楽しい、あれ。面白い。本当にあの管制室をギューンみたいな。あとトップが見えました、ね。あれこれとマーヴェリック見てから作ったんですよ。離陸やばかったけどちゃんと着陸してたよ。面白かったし、あの各所かね、ボブがなんかね、なぜか助走してがあやしたりとか。やりたい放題で、あっこね楽しかったですよ、ね、まずなんで乗り込めたんだよ、ね、そうなんですよね、うん、まあ全然楽しいシーンですよね、うん、そうなんですよ、楽しい、よかった、まあラストのね、結局全部が取ってつけてた感じなんですけど、でもそれが俺逆に良さだなって思いながら、うん、なんか見終わって何も残らないけど本当普通に面白くなっている、そうでも大事ですよね、うん、いや大事大事、だから本当に何も残らないムービー、いい意味でも、うん、そうそうそう、うん、という本当フィーバーした、うん、感じでしたね、うん、うん、でも誰かと見に来たら、それこそその神様みたいな甥っ子と見に行くといいですね、うん、子供とあれ見に行けるのいいですね、子供に挟まれてみていいな、二人にもうずっとポップコーンやりながら大変だって、終わった後なんて言うんですか、子供たちは前の方面白かった。あ、ミニオン最初ね。感想もいいですね。めちゃめちゃ。でその日の日中にベノムのカーネージ見せてて、カーネージの方面白かった。カーネージ怖くなかったんだ。面白かったんだ。怖くてかっこいい。ああ、そっちに気づいちゃったからね。今の子にはちょっと刺激ミニオン足りないのかもしれない。あ、そうか。まあまあ可愛いだけだ。もう一個だけなのかもしれないけど。カーネージがいいっていう子供は何歳ぐらいのあれなんですか。幼稚園年中と小児。俺の幼稚園で見たらもう怖すぎてヒーンってなったかもしれないですよ。確かに、うん、多少のスプラッターぐらいじゃん、じゃあだって検索したら出てきちゃったりするから、そうそうそう、ね、今年のね夏はね夏休みムービーが充実してまいりました、まあね、非常にね、だってラスケワンピースもやってるしね、そうですね、なんか夏休み映画全部して映画で選挙されて、あんまり俺らが見る映画やってないんだよ、ああそれはそうそうそう、ファミリー映画に選挙されてるかもちょっとあって確かにね、今年の夏はじっくりじっとり見てる感じがない、そうそうそう、あんまり心惹かれて映画やんないよなってはちょっと思いながら見てスッキリしたーって終わる感じの映画が多い、でもこれもあってやっぱり映画の子にぎわってて、うん、本当になんか映画館って忙しいんだっていうのを今味わってるんで、はい、本当にファミリー映画様様だから、ね、映画館の潤いにはやっぱりファミリー映画がもっとね作られてるべきなのかな、そうですよね、まあ、いい傾向なんじゃないですかね、うん、映画館に人が集う、まあまあ、ついでのついでになってるあれなんですけど、仮面ライダー、あリバイス、リバイス、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、うん、このムービー見ましたよ、僕はい、もうリバイスもドンブラザーズも本編はもうほぼ見たいなよく見に行きました、よく見に行きました、番組取り扱うってことで見たんですけど、初見で見てまあ良かったです、面白かった、ああそっか、でもそのラジオ聞いたんですけど、ケイの戸籍が出てるって、もうでチンコが空手に2段だっていう、前田さんかな、うん、
いやだからアクション映画としてはもうちょっとアクションシーンの型とかもね、立ってるなんかそうかね、よくて、うん、あとやっぱりこう爆破シーンふんだんにあり、東映といえば早くみたいなね、やりたい放題でやり、うん、でだからね、ドンブラザーズがね、とても面白かったんで、うん、あの評判いいですよね、ドンブラザーズすごい変なんですけど、はい、なんか見ちゃう、なんか面白い、すごい変っていうのは、なんか何これみたいなの見せられる、何だ、何見せられてるんだ、これなんでこんなこと言うのみたいな、なんでこんなことになるのみたいな感じなんだけど、最終的にドンブラザーズでもう OK みたいな、いやだからね、ジュラに足りないのがそれですよ、だから最後のテーマ曲流してもうこれで OK みたいな、分かる、はい、そういうのが欲しいですよね、そうかだからもう本当に反省してください、またトレイボロ監督反省してください、もう一回撮ってください逆にお願いしますって分かると思います、あのね、しもじもの意見分かってますからね、ぜひね、またジュラに戻る、またジュラに戻ってしまって、動画撮ってない時もジュラの話で結局ね、喋っちゃうから、そうですね、素敵なんですね、まあ、ちなみに8月後半なんか見たい映画ありますか、はい、8月後半の映画をちょっと言ってみましょう、なんか今やってるなんか、はい、野球部に花束になってました、ね、ちょっと気になってる、あれなんかいいっすよね、なんかあれ見たいんですよ、あの胸キュン映画と言われる、あの全然出てこない、その世界が2人だけの、うん、あれ面白そうですね、そうですね、ミキ高弘監督、そうですよね、胸キュンっていうよりは刹那系の、ね、今夜世界からこの声が消えても、そうですね、まあ、なかなかタイトルが覚えづらい、なにわ男子の方と東方シンデレラ、福本莉子ちゃん、オープニングにおしゃべりされる方、古川琴音の映画に外れない説があるから、ね、ちょっと見たいね、いいですね、いいスパイスになりますね、この方々ね、だから夏休みやっぱりね、女子高生多いだろうから、うん、ちょっと我々、ね、遠慮しなきゃいけないかなと、いやでもちょっと見たいですよ、キングダム2大丈夫ですか、シャンホラー映画、シャンホラーあれ前回は面白かったんだけど、あの予告見るたびになんかげんなりしちゃうんだよ、シャンホラーあれだったら野球部に放たろうかな、そうか、でも後半結構面白そうなのがありますね、ソニック・ザ・ムービー、ソニック・ザ・スナックです、ね、僕ね、それこそこれ前作見てないので、あ、これ前作めっちゃ面白かった、いや、面白かったですね、ちなみに、角道さんはメガドライブはやってたソニック、友達の家でやってた、いや、メガドライブ、いや、友達の家でやってましたね、僕ね、友達がいなかったのかメガドライブやってないですよソニックにあまり、そう、だからソニックはほぼプレイしないんで、ただ知ってますよ、もちろん、うん、なんか人気もあるし可愛いなと思うし、で、うん、ソニックとあとキツネのやつ、うん、テイルズかな、うん、他の人出るんですか、もう全然名前とかね、ジムキャリー、ジムキャリー出る俺だってジムキャリームービーでしょ、確かに、いや、ジムキャリームービーとして面白いんだよね、あと橋本環奈主演のバイオレンスアクションはどうですか、これは自分見たいですね、これは嘘、ポスタービジュアル出た瞬間に、あれこれ期待しちゃいけないやつかと思ったこれなんかあれに似てないですか、カッペですか、いや海外の中国からガンパウダービルチェイス、そう、そのちょっと似てない、うん、なんかあの90年代集がするよね、このポスタービジュアル、あ、狙ってんのかな、そこ、うん、あ、極道主婦ザ・ムービーの監督です、あ、なるほど、オッサンズラブとかの監督です、ああ、面白いのかな、絶対見なきゃいけないのはノーブですよ、ああ、ですよ、それはそうです、あ、でも、あの間これ俺は思うんですけど、うん、あの長谷さんも友達ですけど、3人でちょっと見に行きたいなって思ってるんですね、ああ、長谷さんもこう囲んでしまうと、はい、怖いの嫌いだからちょっと、ジョーダン・ピールまずジョーダン・ピール作品は、ああ、触れてないです、あの、あれ、ゲットアウト、ゲットアウトですね、面白いですね、でもこれ予告なんかすごいよね、予告図はすごく魅力的、UFO ものなのか、俺もあの予告を見て、うん、すごいワクワクすると同時に、あのなんだっけ、クローバーフィールドレーンをちょっとレーンをちょっとレーンの方ね、レーンの方ね、うん、俺はレーンはレーンはです、レーンはレーンです、いや見てないですもん、クローバーフィールドはいろいろな意見あるけど、クローバーフィールドレーン結構好きなんで、うん、まあ、ちょっと関係ないと思うけど、なんかどうなるのか全く予想もつかないっていうか、そうですね、この感じでは全く予想つかないですね、そうですね、それこそカマントリー感があって、うん、そう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 、ジョーダンピールの感じってなんかこういいっしょ、
おしゃれですから、なんかこのスタイリッシュって、なんていうんですかね、あの横から見て、あのそう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 、ふって出たら、なんか横見てこう、わーって見ちゃう。あと東宝とアルベシアターで移動事例が音楽隊みたいです、ね、あ、そうですね、移動事例、これはちょっと現実になる。それはブラストは関係ないですか、なんか似てる感じじゃないですか。うん、なんかね、え、なんか凄腕のなんか刑事が音楽隊に移動になっちゃうっていう、あ、そういう話なんだ。阿部寛が阿部寛前途してる感じがいいですね。そうですね。阿部寛以外の何者でもない感じがいい。スター性はありますよね。まあ、そうね。でもこのアキラとアキラとかも、これ監督三木孝宏監督なんですけど、タングも全部そうだから3本やってます。最近だから三木孝宏監督8月に3本公開される。伊予島からの手紙が良かったしね。いや、そうだよね。だってそう、なんかね、日本人俳優の代表みたいなね。そう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 。しますから。なんか全然クリント・イーストウッドの前で面接の時緊張しなかったらしい。おー、そうなんだ、さすがですね。なんかそれを気に入られてなんか採用されてる。で、8月何見ましょう。8月は前のノープですね。ちょっと候補としてノープですね。アルミシェッターでも一応そのまだ自分見てないテラの味方が8月19日からあるので、お、それちょっと楽しみ。あ、いいですね。気が重たくなる。何も見てない。もうちょっと夏に、もう夏に気が重たくなろうみたいな。やっぱりそういうちょっとやっぱ小難しい映画を見て、そうですね、ベイビーブローカーみたいに再生数伸びないっていうのがあれかなと。ちょっと重くなっていく。あれ、ちょっとモナリザさんはなんか今、モナリザはあのちょっと見逃したのは何だっけ、メタモルフォーゼの、ああ、俺もそれ見逃してた。あれ、カムさん見たんですよね。見ました、めっちゃ良かったです。良かったですか。ね、ああ、ちょっと気になってるな。そうですね。あと芦田愛菜ってやっぱり本当にすごいんだなっていうのを。ね、改めて芦田愛菜再確認ですよね。芦田愛菜は才能を見たんですね、うん、やっぱこう同じ趣味を同じ好きなものを持つ年の離れた友達っていいなってやっぱ思っちゃいますね、うんうん、でもついになんか芦田愛菜さん、いや関係ないですけど、芦田愛菜さんとあの藤井聡太、うん、将棋の、はいはい、なんか対談したんですって、はい、でその対談がすごい素敵だったみたいで、うん、なんか芦田愛菜さんが、うん、私は結構空を見上げることが多いんですみたいな、うん、そしたら藤井聡太も結構シャレな人ってイメージあるじゃないですか、はい、で基本的にあんまり目を合わせて喋ることも女性に対してなかったらしいんだけど、うん、その時だけ芦田さんちゃんと見て、あ、それはいいですねと、僕もこれから空を見るようにしますって言ったみたいな、青春映画みたいな、すごい会話のやり取りがあったみたいで、すごい素敵、すごい、そんなこと言えないよ、ね、もうそんな芦田愛菜さん言われてもへーとしか言われない。そんな浮かんでちょっとツッコミどころ探すか。心は曇ってるからね。曇ってるからね。なんですけども、ね、まあ、まあ8月 ね、まあ、そういった感じで映画もチェックしていきたいと思います。はい、はい、ということでございまして、明日で映画でした。ジュラシックパック、あなたの支配者はそこ